プレゼント企画やってます。どうもドワザルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということでちょっとねもう敵が出て2分を切りそうなので、急いでやっていきたいと思います。ちょっとこれを動画に撮らんとって思って、ちょっと待ってください。いきますここでガンフェルで焦ってるターンウォール10でなんとトロフィープラス14で、今私あとね16ぐらいでレジェンドいけるんですよね。だからもうこれがもう一回多分5000手前で行かないといけないと思うんですが、まさかのここでタウンホール10のオートロやばい、マジで奇跡すぎる、引きが強すぎる。さあ、ここでレイジかけて、時間がないんでね、バシ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 呪文使いながら、急げ、びっくりした今。結構やっぱ敵も出なくなってきてて、10分検索するとかもザラになってきたんですけれども、そんな中このタウンホール10でのオートロ、いやタウンホール12が基本なんですけどね、もうタウンホール11も出なくなってきたなと思った矢先、タウンホール10の方が当たりました。ありがとうございます。しかも日本の方だ。嬉しゅうござる。さあ、ここも時間との勝負。金やって、金やりつつ、さあ、急げ。さあ、残り1分。いや、びっくりした、今。今検索ずっとかけてて、まあ敵が出たら攻めるっていう感じでやってたんですよね。でプラスちょいちょいプラス7とかプラス5とかでも全然攻めてたんだけど、なんとプラス14の、しかもタウンホール10っていうね。さあ、前回ありがとうございます焦っていきなり動画が始まった皆さんも焦ったかと思いますが、私も焦りました。さあ、これで私のトロフィー5000いったか、5000ギリいってないぐらい。ああ、いってないね。4998。あと1回勝利すれば、行くでしょう。といったところで本日の動画は、レジェンドに行くという動画でございます。いきなりですが。で、今私のクランやばくて、このドズル YouTube クラン、今月の頭に、作ったクランなんですけど、まだ1週間ぐらいしか経ってないですよ。1週間ぐらいしか経ってないのに、もうみんなレジェンド。やばすぎる。もちろん、期間中にレジェンドに行った人もいれば、もともとレジェンドだった人もいるんですけど、私が一番低いんですよね。で、オールレジェンドまであと一歩と、いうところで、今日は、ここで、私がレジェンドになって、オールレジェンドクラン、50人全員がレジェンドってクラン、なかなかないと思うんですけど、オールレジェンドクランにね、昇格したいと思います。さあ、ということで、援軍ももらいましょう。やべ、あと一勝だ。頑張ろう。呪文はもうできてるから、次の編成作って、援軍入ったら行きますね。いや、にしてもね、結構前回の、レジェンド行った時はめっちゃ苦戦したんですけど、今回は割と、もうね、なんていうの?やばい、みたいな。この前は、なんとかレジェンド行くぞ、おー、頑張ろう、みたいな感じだったんだけど、今回は、もう私が足引っ張ってるから、やべえ、みんなと一緒に頑張らなきゃ、みたいな感じで、トラゲも頑張っています。そしたらね、やっぱ、一人でやるのと、みんなでやるのでは全然違くて、常にね、10人以上、こう、ずっとこう、インしてるんですよね。みんながいろいろインしてて、おしゃべりとかしながらできるんで、全然苦じゃないですね、トロアゲが。さあ、といったところで、次の敵早く出てくれることを願って頑張っていきたいと思います。こっから普通に10分出ないとかありますからね。はい、気長に待っていきたいと思います。いやー、にしても焦ったな。さっき、だって1個前、今、タウンホール10だったじゃないですか。プラス14かな。で、その1個前、なんと、タウンホール12のガッチガチのフルカンストの村で、プラス45が出たんですよ。で、いきなりもう、このものの20分ぐらいで、トロフィーが50ぐらい上がると。で、昨日の動画で、まだね、私のトロフィー4700付近だったかな。4700ぐらいだったと思うんですけれども、もうかなり、一気に上がっております。さあ、今シーズンどこまで行っちゃうんだろうな。5000、私今、これ勝ったら5000超えるでしょ。5000超えて、まあクランのねランキングのシステム、今日本で、3位か4位かな、ドズル YouTube 結構上位に食い込んでるんですけど、このランキングのシステム、クランのポイントのシステムって実は全員の合計ではなくて、上の人ほど、優遇されるっていうか、上の人ほど加味されるんですよね。で、確か上の10人とかだったっけ、10人か20人がすごいこう影響力高くて、下に行けば行くほど影響力低いんで、まあ45人クランと50人クラン、そんなに、変わらないんですけれども、実際ね。なんですけど、私も、なんていうんですか、縁の下の力持ちじゃないけど、しっかり下から押し上げてね。私がトロフィー上がればみんな焦ってあげるんで、そういった意味でも、私が、こう、みんなを押し上げて、引っ張っていくんじゃない。押し上げるリーダーなんで。都合のいいことを言う。私は引っ張る型じゃなくて、押し上げていくリーダーでね、頑張っていきたいなと思います。いや、結構ね、やってるんですよ、ちなみに。結構やっ
ってるんですけど、みんながやりすぎマジで。中にはね、タウンホール9で、レジェンド行ってて頑張ってくれてる人もいて、私ももう頑張らなきゃなと思いながら、日々回しているところでございます。さっきももうなんか動画撮る気なくてボケーと回してたら、いきなりタウンホール10で、まさかね、プラス14とか出ると思わなかったんで、急いで動画を撮りました。危ねえ。あれ、タウンホール12とかだったら、もう残り時間が2分ぐらいになってたんで、どっちにしろもう間に合わねえっていう判断だったんですけれども、まあ、タウンホール10なんでね、スピード勝負で勝ちましたね。はい。といったところで、ちょっと次の敵がなかなか出ないと。まあ、これが日常ですからね、ちなみに。今後、クラクラの動画は、動画撮ろうって思って、この画面からスタートするかもしれない。この画面からっていうか、敵が、一発目の敵が当たってから、動画撮り始めるぐらいがちょうどいいかもしれませんね。正直、出ないんですよね、本当に敵が。だから、一発、お、来た来た、やはり、プラス8。これ勝てば、星1でも、レジェンド達成でございます。まあ、もちろん星3狙っていきます。あっちあとは2台工事中。イーグル4、どっちからかな。これ美味しいですね。え、これ美味しくね？美味しさ。美味しさの極み。あ、ここも削りて。美味しさの極みですな、これ。うわー、すげえ、外にこの大砲とか迫撃をド M なのか、ド M なのか、主。よし。で、それはいいんです。こっからですよ、本当の勝負は。ちょっと削れるところまで削っていきたいですね。まあ、時間との勝負になりますが、このタウンホール12のこのガッチガチの村と戦うとき何が一番重要かっていうと、やっぱギガテスラの突破方法ですね。参ります、そろそろ。もうここスピード勝負。しっかりギガを差し込んでってババキンも入れる。さあ相手の着衣が強い。ここは援軍ゴーレムか、珍しいな。さあここはあれ、ギガー君たち生きてる、まだ生きてるかな。ここはヒールさらにかけて、まだだいぶ生きてるけど、ここのギガ頑張れよ、お前ら頑張れよ。よし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 。ここでギガテスラに攻撃を受けるんですが、キーンやってギガテスラの爆破受けるか、受けない、 OK、 最高。いいよ、かなりさあ、あと一つをディガをどこで使うか。あ、ディガじゃない、ヒール。いや、ちょっと使いそびれたディガたちがもういない。いや、星2つかな。まだ頑張ろう。さあここはバーバリアンにヒールをかけるというもったいなさを発揮して、さらにそのバーバリアンたちが巨爆でやられていく。シングルインフェルノが強い。まあ、星2つ取れたんで、最低限はできた。いや、やっぱね、ディガーがあそこでどれだけ生き残ってるかなんですよね。戻ります。あそこでディガーがちゃんとこう回ってきてヒーローたちを守ってくれると、さらにその火力がね、伸びていくんで、タウンホール12の全開やっぱ難しいですね。うん。いい感じにディガーが残らないと、まあ、最後までいけない。ただ、最初の方でヒーロー蹴散ると、一気にやられちゃうといったところで、今シーズンやりました。レジェンド。いやー、かっこいい。この音楽何回聴いてもなんか鳥肌立つというか、鳥肌立つは言い過ぎた。なんか高揚感がありますよね。すごい気持ちいい音楽ですよね。さあ、ということで人生で2度目の、こちらレジェンドに到達でございます。かっこいい。レジェンドかっこいい、マジで。ずっと眺めてたい。ずっと眺めてても、でもトロフィー上がらないので、もう一個。次敵が出るまでやりますか。あれ、ブーストできてるよね。ブーストできてますね。あ、でもいいペースで、めっちゃいいペースで今敵が出てます、マジで。さあ、援軍もらいつつ、やりました。さあ、ドズル日記。でもね、私このクランやばいなって思うのが、全員レジェンドなのに私が一番下なんですよ。レジェンドなのに50番とかあり得る？ありえます？絶対ないな、これ。これすごいことだと思いますよ、本当に。皆さんありがとうございます。ドズルの動画見てね、ちょっとドズル頑張ってるから、参加してやるかって思ってくれる、優しい心の広い、レジェンドの方が49人いらっしゃるということですからね。本当にありがとうございます。さあ、といったところで、次の戦いも行きましょう。次は、出るまで頑張ろう。次出て、レジェンド、できれば49番まで回避したい。私の気持ちとしては49番まで行って、レジェンドキックしたいですね。レジェンドキックってあれでしょ、パワーワードでしょ。
レジェンドキック、私が青鬼みたいになってますね。青鬼オンライン、これが本当の青鬼オンライン。私にトロフィー抜かれたら、追放されるっていうね。いや、恐ろしいクランですわ、本当に。本当に恐ろしいクラン。いや、頑張ります。私がね、もうみんなに追いつけるように。結構空き時間は全部使ってるんだけど、空き時間以外を使うようにしないとね。空き時間以外を使うようにしないとねって無理だけど実質。まあ、検索はいつでもできるんでね。はい。寝てる間とか。昨日も寝るときに、この状態で私寝ましたから。で、ガシャンっていう、ガシャンっての音が鳴るんですよ。敵が見つかったときに、ね、ガシャンって音でパッて起きて、昨日二度起きしました。はい。睡眠不足になるかもしれない。うん。昨日寝るときにこれしながら、何分ぐらいで出たか覚えてないけど、うとうとし始めたらガシャンって音で2回ぐらい起きました。はい。まあでもそういう時間の使い方ですよね。はい。さあ次の敵はいつ出るのか。これあれだよな。やっぱこのクラクラのこう上に行けば行くほど敵が出なくなる問題はもう仕方ないですよ。しかも奪われるトロフィーも増えていきますからね。もちろん当たり前だけど、そのね、下のトロフィー低い人と当たると、もうその分たくさん持ってかれるんで、レジェンド上に行けば行くほど、取られるトロフィーは多く、そしてゲットできるトロフィーはなかなか機会が少なくなっていく、敵が出なくなっていくといったところで、まあなかなか修羅味が深いね、ゲームでございます。そういえばクラクラ、あれらしいですね。クラン対戦リーグだったっけ？クラン対戦は今実装されてると思うんですけど、クラン対戦のリーグが、発表されまして、10月中に、アップデートが来るっていう話ですね。私はあんまり詳しく、調べてないんですけれども、なんか20何個だったっけ？あ、来た！20何個の、そのグループに分かれて、どんどん上を目指していくみたいな感じで、どのクランがクラン対戦強いかっていうのがね、ゲーム内でも分かるようになるといいですね。またちょっと私もクラン対戦やりたいな、ちゃんと。さあここはタウンホール絶対落としたいんですよね。だからむずいな、ここぶっちゃけここは前回狙い結構厳しいと思うんですよ、私の経験上。この村はディガーに向いてないんで、多分ね。ディガーに向いてないんで、とか、ドヤ顔で言ってて、向いてたら恥ずかしいから。一応保険をかけておく。いや、むずいな。少しでも削ってパーセンテージの足しにしよう。で、こっちからかな。援軍一気に出てくるかもしれないけど、タウンホールをとにかく落としたいんで、こっちから行きたいと思います。参ります。ババキン出てこい、はよ。ババキン急げ。時間ないぞ。時間ないぞ。早く。こっち。カモ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 。カモカモ。一歩。よし、来た。さあ、ここで。あ、着衣ちょっと前。行き過ぎ。大丈夫か。着衣やられるなよ、こんなところで。さあ、ババキも中に入れて、ちょっともうヒール、星2つ狙いで行くんで、ヒールをもうガンガン使いつつ、ここ、蹴っ飛ばしたい。OK、ババキン入れ、バルキリーが中で暴れてる。あ、素晴らしいな、バルキリー素晴らしいぞ、お前は。しかもイーグルをやっつけてくれたらスーパーハッピーだったけど、まあ、そこは望みすぎた。危ない。あ、着衣がシングルにやられるとこだった。でワンチャンあるか、これ全開。さあ、あ、着衣が中に入る。いやー、ただ今回な、あ、着衣が今シングルにターゲを取られて、頼む、残れ。あ、着衣が残ったら熱い。あ、残らないか。これ金やるわ。金やって、いやー、これアチャクイが残ってたらね、前回行った可能性かなりあったけど、ちょっと厳しいか。いや、ディガーさんだけだとね、火力不足で押し切れないんですよね、最後。いやー、厳しい。アチャクイがぐるっとこのアーチャータウンをガンガンガンってやっつけてほしかった。アーチャクイが生き残ってれば、まあ、タラレバはないけど、いやー、惜しかったな。いや、いけるか、まさかの。ディガー本領発揮なるか。いやー、あともうちょっと。いや、厳しいね。厳しいですな。惜しい。まあでも、プラス4はゲットできたんで、最低限 OK かな。星1つで終わっちゃうこともありますからね。星2を確実に取るっていう攻め方だったんで、すげえ、右のやつかっこいいな。レジェンド 100% ボーナスっていうの。私、レジェンドこの前行った時、すぐトロ下げしちゃったんで、すげえかっこよく感じる。さあ、といったところで、プラス4。あ、これで50位脱出になったか？ドズル選手50位脱出、なりました。
トロフィー一緒だけど、ちょいね、レジェンドで、レジェンドがキックされるクランってあるのかな、今まで。ちょっとごめんなさい。キックさせていただきます。ごめんなさい。さあ、といったところで、49人になりましたが、今後もね、こちら、ドズル YouTube っていうクランは、トラゲをやっていきまして、国内もうどこまでいけるのか、今月はもうトラゲの月で、私も頑張っていきたいなと思いますので、ぜひともね、交互期待、今後のドズル YouTube に交互期待というところで、レジェンドの方、お待ちしております。私よりトロフィー高い。私よりトロフィー高いレジェンドで、一緒にやってもいいよっていう優しい方お待ちしております。で、結構ね、今回の視聴者参加型というか、こういうなんか思いつきでやったやつってすごい面白くて反響もあったんで、またね、いろいろやっていきたいと思います。トロフィーだけじゃなくて、なんかクラン対戦リーグが始まったらクラン対戦のクラン立てたりとか、まあちょいちょいやっていきたいなと思っておりますので、これからもね、ぜひ見ていただければなと思います。毎日最近動画を上げております。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。